本日は静岡県磐田市の丸前さんに来ております。私ね、今からね食べさせていただきますが、ちょっとねその前にね小学校の話を思い出したんで、ちょっと話してもいいですか。私ね小学校の時に同級生で中国人のね張さんっていう方がいたの。張さん、これ真面目な話だね。張さんがおならをしちゃったわけよ。おならっぺ、おならっぺって言ってね、すごいいじめられてたの、周りの人に、かわいそうじゃん。かわいそうね。だからさ、その、あのおならしたの俺だぜって話をしたわけよ。ほう。それで、そしたらね、俺がまたおならっぺって言われるわけじゃん、おならっぺって、まあそれはいいよ。こうやってパッと後ろ見たらさ、チョさんも一緒におならっぺってマジマジこれはと思って、信じられない、言葉ばかりに信じられ、俺がお前をかばったんだって、なんでお前がおならっぺって言うんだよって思ってちょっとおかしい話泣くとこだろ、ね、話変わってくる、ね、そう、それをねふと思い出したんで今話してみました。わあ、来ました、めちゃくちゃ美味しそう私ね、味噌ラーメンのセットですね、半チャーハンセットです。はい、餃子も来ました、10個入り、いただきます。餃子からいきます。外パリ中地はね、さっき専務がこの前の動画でね、専務と一緒に食べたと思うんですけど、外パリ中島、あ、一緒の餃子なんですか。コンコーフ、それなんすか、この真ん中のやつ、見てこれ、肉味噌かな、これ肉味噌、すごいね、これ溶かすのかな。じゃあスープいただきます。すいません、スープをね、めちゃくちゃ濃厚、やべえわこれ、やばい、止まらなくなっちゃう、めちゃくちゃ濃厚、多分最近の食べた味噌ラーメンではもうね、ダントツ、ダントツ一番、めちゃくちゃうめえ、相当うまい、相当おいしい、ちょいちいでですね、麺がね、本当に美味しいな。歯ごたえ満点で最高、麺もすげえいい。あんまり言わないですけど、 YouTube であんまり言ったの聞いたことないと思うんですけどね、ここは本当に来てほしい、本当に美味しい、これね、嘘なしで美味しい、嘘なしで美味しいって言うと他はまずいみたいになっちゃうんでね確かに、ここ本当に超美味しい、ここまで食べれるか分かんないんで、専務に餃子手伝ってもらおうかなと思って、味しっかりしてるもんね、だって塩もがっつり塩だったもん、そう、醤油もがっつり醤油だった、味噌もがっつり味噌、そう、溶かして味噌ラーメンに仕上がるって感じ、その上のやつどうなのかな、分かんないけども、ものすごくうめえ、これスープまで全部いけそうな感じ、まくれる、全然まくれる、これ、ね、卵がさ、めちゃくちゃ綺麗だよね、このね、マジでオレンジ、ね、卵いっちゃいます、最高、スープのチャーシュー3枚って言ってましたけど、味噌はね、はい、チャーシューがあれですね、1枚ですね、でメンマがね、こういう感じありますね、メンマいただきますね、うめえわ、濃厚の中にね何かがあるんだよね、何この濃厚の中にこう何があるのかな、味噌の甘み、なんかね、何味噌なのかな、すげえ味噌の味噌ラーメンの甘みがねめっちゃある、今日遅くないですラーメン食べるの、最初早いかなと思ったけど、量が多いんじゃない、もやしが多い、ここ結構量多い、筋肉のとこね、これを
まい。全部チャーハン崩して食べますけど、私そのままこのままいきます。もううますぎる。はい、じゃあ私はね、三国入りいきますよ、三国入り、私はね、新しい食べ方、玉突き餃子のもやしをね、ラーメンスープに入れちゃう。うん、で餃子から片しますね。じゃーん、はい、セームみたいに崩して食べます。これ結構本当量ありますね、チャーハン。量ありますよ。でも味美味しいからな、うん、すごいしっかりした味、うん、めちゃめちゃ美味しい。ステムチャーハンダイエットすりゃいいじゃん。チャーハンはダイエットにならないっす。なるよ。本当っすか、うん、本当っすか。違うね、この間聞いたんだけど、うん、白ご飯で食べるより油で炒めた方がカロリーの吸収が全然少ないんだって。少ないの、うん、マジ。そうそう。だからね、逆にね、油で炒めたものを食べた方がいいんだって。へー。そう、ただ炭水化物の白いご飯食べるより油で炒めた方が全然吸収少ないって言ってる。へー。滑るもんで、なんか、ね、吸収しにくくなるもん。へー。ほんで人間ってね、油を絶対取った方がいいんだって。ダイエット中油なしとか言うじゃん。あれ、油はね絶対取らないと、あのね、体が悪くなるって言ってた。しかも乾燥肌になりそう、めっちゃカサカサになりそう。どうしようそうだよね。うん、俺とか天満からギドギドだもんね。僕はまあ血液サラサラですけどね。ドロドロだら。いや、血液検査行ったらもうサラサラで、もうすごい探さる。ガチでそんだけタバコ吸ってて。そうだよ。あ、あれだら、でもお茶めっちゃ飲むもんね。お茶めっちゃ飲む。うん。はい、最後ね。早いな、じゃあちょっと。早い。早いか？早い。ちょっと、酢をね。なんで酢入れたかわかる？さっぱり。違います、ダイエット効果です。うん、いいっすか、セム師匠、いいっすか。はい、いいっすか。はい、マジやっぱそんだけうまいんだ。いいっすか。いいっすよ。白飯入れて食べたい。食べます。あります。もうん、すごい、素晴らしい、まくった美味しいからね、全然いけちゃう。ごちそうさまでした。本日は静岡県磐田市のね、丸前さんの方に来させていただきました。もう専務一緒どうでした。いや、美味しかったです、本当に美味しかった。めっちゃ美味しい。全部美味しかったですね、うん、本当に、ね、すごい当たりだと思います。皆さんね、ぜひね、本当あんまり言わないですけど絶対来てください。はい、てかまず久々にまくったら、うん、うん、うますぎるもん、なかなかないです。まあね、ちょっとね、 YouTube 的にね、まあ美味しくなくても美味しいって言ってるラーメン屋結構は僕私あるんですけど、うん、僕はね、あの実証したんでね、皆さんね、はい、私がどのぐらい美味しいと思ったかっていうのはね、ぜひね、皆さんも味わってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではね、みんな、バイバイ、バイバイ、バイバイ。